はい、皆さん、こんにちは。デラミスです。本日はね、赤フェルミンの方を使って、ガチマッチの方をやっていこうと思います。いや、使うのね、久しぶりなんですけど、まあ、武器パワーが高いので、いけるでしょうというわけで。いや、疑似三角ができて、塗りも強くて、射程長いっていうのがね、めちゃくちゃ強いんだよな、マジで。で、これ編成は、赤フェルミン結構刺さってるな、相手の編成に。プライム以外は、かなり有利取れてるんで。これは結構無双できるんじゃないか。まあ、ちょっとそういう感じか。まあ、読み合い負けちゃったな。プライムだけ警戒しつつ、打ち合い頑張って勝っていきたいね。それカバーしてくれたらでかい。いや、ナイス、そこのヒルでかい。だいたい3オンチ入ってるんで、これは結構ラインが上がるんじゃないか。ちょっと持ってくれてるみたいなんで、前を詰めたい。これ、射程化して詰めれば、相手めちゃくちゃきついんじゃないかな。強引に行く感じじゃなくて、射程化す感じの攻めで。これ、丸みさ絶対打つと、これラッキーラッキー。丸みさ、ちょっと打つと思ったんで、今の。結構強引に詰めちゃった。OK。これ、やったやった。ここ持ち任せるぞ。やべ、めっちゃキル取れるな。いける?やばいやばいやばい。やべ!危ねえ、サンドイッチは。やばすぎ。やった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 。やったやったやった。待って、俺だけが。やったやったやった。やべえ。ちょっとこれ、やばいやばいやばい。そう、持ってくれ。ナイスー。集中しすぎてあんま喋れなかった、今の。これやばくない？何連ヒルしたんだろう ?10 連続ぐらいヒルしたような気がするんだけど、さすがにそんなにいってないかな。いやでも12キルだから10ぐらいしてるな。気持ちよすぎた。はい、それでは対戦よろしくお願いします。アワビのガチョコバトル、パワー2310と、では編成の方を見ていきましょう。ローラーローラーが、てか射程が短いな。相手の編成も、言うて短いけど、こっちの編成がちょっと、ひどすぎるな。ただまたしても赤フェルミンは刺さってるから、まあ、頑張るか。相手の編成短めだから俺が、頑張れば。いけそうだ。で、やったー。これ、いるくない?何か。やば、今のやば、めっちゃびっくりしたんだけど、潜伏、わかんなかったそれ。それ、止めたいな。ただこれ、ダイナモが矛持ってるから、ダイナモっていかず遅くなってるから、矛、結構遅いでしょ、これ。これ、やれるね。オッケー。スプラッシュボムが、強い。これ、飴溜めてから前出たいな。手前潜伏とかワンチャン、これ、ありそうだし。クリアリングで。これ右いないかな?やっぱいたか。おいおい、しよって。いや、今の疑似覚強いな。雨降らしと疑似覚も相性いいからね。雨ちょっと踏んでくれたら3発で倒せるから。そこいいよね。で。これ、ナイス様、怖え。これ2-2か。ここ切り取りたいな。いや、これ、やるな。おいおい、当たない。おい、今のは当ててこないと思った。早いから結構当てんの難しいだよな、ダイナモで。めっちゃマークされてるけど。ちょっと挟み撃ちで。いや、やれないか。まあ、しゃあない。ただ、ここの雨降らしは結構いいはず。何も、ああ、引かれるか。待って、もう一個ジェッパか。わあ、それちょくってくんのか。今のちょくられなかったらめちゃくちゃいい展開できたけど。いや、しょうがないな。あれしたけど、66か。あんまり、すまなかったな。ただこれ、またすればいいから、いけるな。やっぱり赤ゲルムに刺さってるわ、相手の遠征に。めっちゃ動きやすい。自分より射程短い武器に対して本当に強いんだよな。スライドで間合い管理は調整できちゃうから。いや、悪い、頑張った。今は3枚やりコースいけたな。ただ30はでかい。でかいけど、これ油断したら負ける。なぜかというと、編成が短すぎるからね。ローラー2枚ミドルケルビンじゃ絶対、止めれないよね。俺、割と固めの動きしても、いい説ある。これちょっと雨、はまるまで降りなくてもいいかもな。俺がデスしちゃったら、怖いから、ここ進むのが。これ雨溜まったら雨に合わせて、降りよう。投げて、これ右の敵雨と挟めるでしょ。これちょっと、一緒に倒そう。いや、これここを割ろう。OKOK。割れば今のね、誰がやれると思ったんで、味方はナイスだ。これちょっと持ってほしいなぁ。ナイスナイス。そこをすぐ持ってくれるの。ありがたすぎる。いや、この試合ね、俺に、
メイン使わせてくれれば、マジで勝てる。本当に赤ゲルミンが刺さってるから。まあ、任せてくれ。OK。しっかりジャンプキャンセルを使って倒していくと。ジャンプキャンセルっていうなんか技術があるんですけど、ちょっと説明難しいんだけど、まあ、簡単に言うとジャンプ打ちを、なんかうまく使うみたいな感じですね。このポジションまで来れてるのはでかいはず。危ね。まあ、こっち打ってくんのか。やべえな。あ、これ相手俺のこと倒せる武器あんまりいないでしょ、これ。射程全部勝ってるから。ダイナマは同じっちゃ同じだけど。で、来たやつ倒そう。これやって。オッケー、いや、このムーブが強いんだよな。敵の弾、マジで倒せるから。オッケー。この雨でもいけるんじゃないか。あ、ただ、矛がもう、すごい奥まで行っちゃってんのか。いや、最強なんだが、この武器。もう射程勝ってるから、無理しなくてもヒル取れるんだよな。俺、ステージも強いな。アマビ平面多いから、めっちゃ動きやすい。はい、それでは対戦よろしくお願いします。ビバスのガチャサリーパー2290と、では編成の方を見ていきましょう。いや、編成非常にいいね。ライドネさんも結構強いな。ガチアサリ光栄なしでもね、全然成り立つんで。ただ、ビーバースパークボコボコしてるから、戦いにくいかな。いや、そうでもないか。マガゲルビン強いし、ここ長射程弱いと思われがちだけど、割と強固地あるっちゃ、あるんで。あ、これそこいるな。いや、これ相打ちになっちゃうか。いや、プライムはきついな、やっぱり。きついっていうか、まあ、五分五分ぐらいやと思うんですけど、他の武器にはね、本当に有利取れるんだけど、寿司とか自分のより短いやつに対しては。プライムだけは、ちょっと同等クラスだな、なんか強さが。これ、それはしっかりやって、あ、ナイス、味方もこうキル入れてくれてるから、アサリ、ちょっと周りねえな、ちょっと、前詰めちゃおう。周りにあったら拾ったけど、これ多分、復帰のやつ一枚持ってけるしな。オッケー、やれない、ちょっと。いやー、これ、相手になっちゃうか。いやー、ちょっとジャンプキャンセル、今の、しすぎたかな。なんか、しすぎもあんまり良くないんだよな、これ、近距離対面ジャンプ。スライドで横に避けるでも、なんか、良かった説、出てる。いや、ちょっと難しいね、そこのところは。いや、3落ちか。いや、俺、相手、アサリめっちゃ持ってんな。待って、12×3 はやばい。相手、アサリ意識がすごいな。やってやってた。あれ、今敵かよ、北斎。こっちのインクつきすぎてて、味方かと思ったわ。普通に来るから、今の北斎。いや、俺35結構痛えな。試合状況的にも割と押されてるからな。どっかで、でかい連機量を入れるしかない。ほら、やれる。うまっ！今の俺がミスっちゃって外転のザップが素直にうまかったな。これ左のローラー頑張ってくれた、でかい。待て、これ。あ、サリ入れられてないのか、これ。右いる？手前。いないのにこれ投げられたの。これ、いそうなんだけど、大丈夫。これ、やれないなぁ。ナイスナイスナイス。で、アサリ、ちょっと持ってくんないかな。できれば前に来て。まあ、これタワー取ったのは結構でかい。俺がこう取っとけば相手近づけないでしょ、割と。で、盤面を取りたいんだよね。アサリをなんか、無理やり入れに行くというよりかは。オッケーオッケー。このヒール結構でかくない？これで結構状況変わってくれたら嬉しいんだけど、そこいなかった。これちょっと持ってきてほしかったな。今の2連キルに合わせて。いや、マジか。いやー、しんどいなー、これ。どこで攻め通すかだけど。タワーは取れてるから、ここはいいんだけど、ちょっと雨。はめた。でかい。ちょっと頼むわ。やったやったやった。よし、ここのヒルで。いや、マジで、局者しか当たらん。今、マジで俺、覚醒してるかもしれん。射程感覚が。ナイスナイス。これリードまでいけるかな。やって、これ、入れよう。入れて、これ、アサリどこ？あ、そこか。これあと一個、ちょっと。オッケーオッケー、リードリード、でけえ、これ。やったやったやった。これやれる。いや、マジでちょっと持ってきてほしいな、これ。
いや、ここ生存したのでかい。ナイス。いやー、めちゃくちゃキルしたな、これ。ただこれ、アサリ持ってきてほしいんだけどな。ちょっと集めに行くか、これ。ちょっと集めないと。まあ、そこもいんのか。いや、マジか、それ。これ、いや、ちょっと、敵リス前の人戻ってきてほしいな、これ。ちょっと、戻ってきてくれよ。今の俺が、めっちゃリンキルしてたから、多分みんな、ちょっと気持ち舞い上がっちゃってるだろ、絶対。戻ってきてくれ、ちょっと。普通にこの試合、やばいからね。やばくないこれ。いやー、さあ、リードされるよな、割と。いやー、マジか。やったやったやった。これマジでちょっと持ってきてほしい。俺ちょっと持たない。俺前に出させてほしいわ、これはマジで。いや、今マジでいける気しかしないから。頼むわ。やったやったやった。いや、左にマジ任せてくれ、これ。いや、持ってきてほしい、これ、できれば。ここいるね。これ。よしよし、プライム買って。飛んできてくんねえかな、これ。来てほしいんだけど。ここですしたくねえ。って。待て、これ、22か。やったやったやった。待て、これ、アサリ足りるか。これ、雨で。ナイス！オッケー！これマジで頑張った。もうやばいわ、目充血してるわ、今。瞬きしなかったもん。いやー、ちょっと今バクバクしてるわ、これ。マジ怖かった、最後の方。27切れた。はい、それでは対戦よろしくお願いします。ビバスのガチアサリーファーネセンターのガチジェート。いや、今ね、8連勝してるんで、ちょっと勝っていきたいね。いや、ヤカケルビンの動画撮り始めてから、まだ負けてない。いや、マジで、強いね。久々に使ってるけど。今、環境的にも結構ね、赤ケルビンみたいな感じになってきてるから、マジで、驚きだ。俺が結構動画で使い始めた頃はね、そんな、なんかめっちゃ人気武器っていうか、そんな数多くなかったんだよね。これ、それは倒して、これ、雨も溜まるから、あれ、後ろいるよ、これ。あぶね。上来るよね。って。マジで今日、調子いいな。てか、勝ってる時ってプレイもね、必然的になんか、うまくなるんだよな。逆に負けてる時とか、意識してなくてもマジ下手に なっちゃうからな。だからなんか連敗マッチングとか連勝マッチングとか、なんか言われてるけど、個人的にはね、メンタルの持ち方だと思ってますね。なんか負けて、なんか負けるマッチングだ、みたいな感じじゃなくて、負けて、ちょっと自分の実力で2連敗ぐらいして、それでメンタルやられて3連敗、4連敗でしちゃう、みたいな。だからつまり何が言いたいかというと、まあ気持ちがね、まあ大事という、そういうお話ですね。これ53はでかい。で、これ勝ったら9連勝だから、していきたいね。俺 X 来ないんだ。あ、てかあれか、X スピア遅くなったから、ああいう時に前出たりすんの、しにくくなったのか。それ止めて。いや、こっち2落ちか。カウント53はでかいけど。ちょっと、あ、ナイスナイスナイス。これで1回押されんの止まるかな。あれ、どこ飛んだ？あ、リス帰るんだ、X。もったいなくない？そのアサリ。まあ、それはそれ、ありがたいわ。この雨は結構、いいんじゃないか？敵正面、厚めだし。右、これ前出たいけど、右抜けが怖いから、しばらく右見るでいいな。ここ右見る人一人は割と欲しいから。まあ、味方が前でこれヒル取ってくれたら俺も続くけど、それまで右守る感じの動きしてたいな。負け筋を拾いたくない。いや、それやりたいけど。あ、ナイス。味方そこ、前打ちだけど全然いいわ。入って。いや、こっち味方に落ちだけど、守れそうじゃないかな。このポジション強いから、相手どかすの結構だるいと思う。いや、マジでこの試合硬い動きしてる。いや、任せろ。これ右、あれこれ、相手めっちゃアサリあるな。これ二つあるよね。これどこ飛んだんだ？左奥か。これ相手リス前にもアサリ一個あるっぽいから、今三個あんのか、あれがアサリ。あぶね。いや、こう入れられないで敵処理できたらマジででかい。ナイス、でかすぎ。ナイスナイスナイス。よしよしよし。
いや、マジで守りばっかしてるわ、この試合。いや、これもできるからでも強いよね。前出る動きもしようと思ったらできるし、防衛しようと思ったらこんな感じで塗りながら守れるから、赤ゲルインマジ万能だよな。そう、この点を考えると。いや、これタワー、ちょっと逃したいよな。いや、ビーバースマジタワー取るの大事だから。逆に取られると、しんどいみたいなとこある。左のエクスも、これちょっとめんどいな。どうしようかな、こう。相手アサリ12個だから割と持ってるような。まあ、こっちも13個あるけど。やべ。うわー、それやったけど。うわー、ティラミス選手ここに来て、これ初ですか。いや、まずか。ちょっと待て、味方戻った方がいいかも。それタイミングがちょっと悪すぎる。俺です、ちょうどしちゃってるとこだから。あー、いや、よかった。相手が声出てこなくてよかったな。こっち結構やばかったけど、今の。このポイセンはやばい。ポイセン X はえぐい。相手マジでアサリ作る意識高すぎない。いつもあるんだけど。いや、ここタワー取ったのでかい。一人やれるだろう。オッケー。いや、これ多分バレてない。これ、ちゃんと引くよね。いや、これはちょっと勝てる体勢じゃないな。これ、それやって。それはやばい。ああ、うまいな、X、それは。いや、最後、ここまでこっち攻めないでいいや、防衛上。パブロ、さっきみたいな敵陣行くムーブはね、ちょっとしなくていい。だから、こっちアサリあんまりできてないから、アサリ作ってる時が、ああいうムーブされてもあんまり合わせれないからね。もう防衛でいい。これ、変に、というか、デカアサリ作って入れてもね、負けずに作る場合あるから。まあ、入れるなら入れるならで、これ、まあ、そこまで悪くはない。よっちか。オッケー。いや、これやられるけど、どうだ。でもこれ、これ相手アサリこれ2つできるから、割と、まだこれ3つできるか、なんなら。これちょっと最後の防衛、やべえな。いやー、これちょっとやべえいな、やべえいなってちょっと言っちゃったけど。笑ってる場合じゃない、これ。結構やばい、相手最後の最後で、ワンチャン通されたらこれ。もう笑えない。やったやったやった。どこだ、あとこれ。待って、そこにジャンプされたらやばいかも、それ。マジか。マジか。待って、あと2つやばくない？待って待って、どこ？上投げて。待って、左味方見てくれてるから、右だけ見るか、これ。上投げて。おいおい、あぶねえ、今の処理の仕方完璧。いや、この試合最後の最後でガチで危なかったな。というか、カウント勝ってはいたものの、ずっとデスステージみたいな感じだったからね。俺もあんまり前出れるタイミングなかったから、普通に熱い試合だったわ。まあ、という感じでね、本日の動画の方終わっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価の方、お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。